千葉県千葉市三浜区の幕張メッセで開催されていたアニメーションに関する日本の展示会である。略称は ACE。東京都主催の東京国際アニメフェアの2011年の開催に関してコミック10社会に加盟する出版社が一斉にボイコットを表明。この事務局を担当する日本動画協会が実行不能な事態になると声明を公表した。これは 都議会で2010年12月に成立した東京都青少年の健全な育成に関する条例、改正案が過剰な表現規制を施行したものであるとして業界が反発したものである。こうした中、2011年3月24日から27日まで開催が予定されていたタフ2011に事実上対抗する形で企画され、26日27日に 幕張メッセ展示ホール 3&4 での開催が決定されたものである。ただし、タフトの日程のバッティングに関しては、準備委員会のメンバーである角川書店社長、井上新一郎は、全くの偶然として、恋性を否定していた。また、同一日程で幕張メッセでは、アニメソングの音楽フェスティバル、エーフェスが開催される予定であった。 しかし3月11日に発生した東北地方、太平洋沖地震に伴い、タフ 2011ACE どもに開催中止となった。3月14日に A フェスが開催中止を発表、3月16日にはタフ2011の中止が発表され、日程が競合することはなくなったが、ACE も3月17日に中止を決定、公表した。 5月17日、タフ主催者側である、石原慎太郎、東京都知事は、ニコニコ生放送で配信された生中継番組、田原総一郎談論爆発に出演した際、震災によるイベントの中止について、ザマあミロと述べエロ漫画の内容には目をつぶるが、そのような本を、子供の手の届くところに置くなという条例を作った、もので、なぜこれが、 言論統制なのかと主張し、条例案への批判は的外れという見方を示した。その場に同席した田原総一郎は、例えば大人の本でも、ムードが多い本なんかは、ビニールで囲ってある。その程度のことをやれってことでしょうと同意を示した。この時のザマあミロとの発言に関して、朝日新聞は、このような発言を続ける人物が、 首都の主張でいられること、そして選んだ都民の神経を疑う、という読者の投書を載せた。シュープレニュースによれば、アニュプレックスのプロデューサー、高橋ウーバは、アニメコンテンツエキスポの主催者を代表して、映像メーカーは、条例の問題以前に、出版社と歩みを共にするという意識が強かったと、話している。その後、ACE は10月24日に、 翌2012年3月31日4月1日、前年に予定していた会場と同じ幕張メッセにおいて改めて開催することを正式に発表した。高橋優馬は2011年に予定していたものと同規模、または数割増しでの動員を仮計算しても運営費が数千万円の赤字になること、それでも昨年応援してくれたファンへの感謝の気持ちから、 開催するとしている。なお、2012年のダフは3月22日から25日までとなり、日程は重複しなかった。角川の関係者は、この分裂状況について、目的は同じ。いつまでも住み分けするのがいいと思ってはいないと述べている。初開催となった ACE2012 は5万枚の事前入場券を発売し、 2日間での総来場者は約4万2000人となった。2012年の開催終了後、実行委員会は2013年内の開催に関しては未定としており、2012年はアニメコンテンツエキスポーという形で提示したが、ファンと作品との良い出会いの場を作るという目的のためにより良い形があるのであれば、改めて提示するとのコメントを発表した。 そして同年10月1日に2013年も開催することが正式に発表され出展者数を増やすとともに会場も広くした結果的に2日間で7万675人が来場し2013年のパブリック2日間で8万1441人が来場したタフに匹敵するアニメイベントとなったしかし2014年からは タフと統合する形でアニメジャパンとして新たに開催されることが決定されたため ACE は2013年で終了となった2011年に出展予定であった企業は準備委員会構成企業は東京国際アニメフェア2011にも出展を予定していた企業出展名義は社名とは限らない場合がある括弧内は企業名 ニコニコ生放送にて、実行委員会構成企業の広報担当者による、開催前情報番組、アニメコンテンツエキスポ情報局、ここが、ACE の最前線、が生放送された。司会者は、角川書店アニメーション部広報の西山洋介と、アニュプレックスの高橋優馬。2011年2月15日から、 毎週火曜日に21時30分からの60分番組として放送され、3月8日の第4回までが配信された。3月13日には第5回が予定されていたが、東北地方太平洋沖地震のため中止となった。運営企業の土案後の特別な計らいで、会員種別を問わずに、回数制限なしでタイムシフトでも視聴できた。 ACE 開催まで見られる予定だったが、ACE 中止決定により3月17日で終了した。番組中に投稿を読まれると、入場チケットがプレゼントされることになっていた。ありがとうございます。